はい、皆さんこんにちは。レック専任講師森田隆二です。それではただいまよりエコノミスト森田隆二の経済会計時事解説を開始いたします。よろしくお願いいたします。はい、本日ですね、第7回目ということなんですが、ちょっと画面をね、切り替えさせていただきまして、本日のテーマはですね、 FRB 副議長フィッシャー辞任と金融市場ということであります。まあ、FRB っていうのはね、フェデラルリザーブボードということで、まあ、アメリカの中央銀行なんですが、そのですね、副議長であるですね、フィッシャーさんという方がですね、まあ、辞任を表明したということで、まあ、10月の半ばにですね、辞めるということになりましたということで、で、まあ、日本ではですね、まあ、それほど、まあ、報道はされてないかなというふうに思いますけども、しかしながら、まあ、フィッシャーさんという方はですね、非常にまあ影響力の大きい方ですから、まあ、そういった方が辞めるということで、まあ、これはいろんなところで、ね、影響が出てくるかなということでありましてですね、まあ、本日そういう、ね、いろんな影響についてお話しできたらなと思っております。では本日の構成なんですけども、まずですね、フィッシャーさんなぜ辞めたのということですね。それからフィッシャーさんっていうのはどういう方ですかというのを、まあ、簡単にお話しさせていただきましてですね、その次ですね、まあ、そのフィッシャーさんの辞任がどういう影響を及ぼすのかなと、まあ、具体的に言えばアメリカの金融政策、それから金融規制緩和へどんな影響を及ぼすのかなというところなんですけど、こういったお話もね、お話しさせていただきます。それから3番なんですけど、今後の金融市場への影響ですね、どんな影響が出てくるのかなということで、お話しさせていただこうと思っておりますが、まずですね、FRB、副議長フィッシャー突然の辞任表明ということで、一つずつ見ていきますけども、9月7日だったんですけども、副議長ですね、辞任、これをフィッシャーさんが突然表明したんですね。で、実は任期がまだ残ってたんですね、任期を8ヶ月残してですね、10月13日、まあ、私の誕生日でもあるんですけども、10月13日をめどにですね、退任するんだと、まだ任期が残ってるんですけどね、だいぶね。で、まあ、理由なんですけどね、一応こういうふうになっております。公式理由ですね、個人的な理由なんだとこういうことを言ってるんですね。しかしながら、まあ、実際の理由はですね、これなんですよね、まあ、トランプ大統領という方はですね、金融規制を非常に緩和するというようなことを言われている方でありましてですね、その金融規制の緩和にね、強く反対していると、それが本当の理由であろうと、まあ、一応公式にはね、個人的理由ですよということを言われてるんですけども、金融規制緩和、トランプ大統領の政策に対するまあ、批判なのかなと、実際の理由はですね、そういうふうに思われております。ではそもそも、フィッシャーさんという方はどういった方なのかなというのを、まあ、一個一個ね、見ていきますけども、FRB、副議長であるということはさっきから申し上げてますけども、 FRB のですね、理論的な支柱なんですね、まあ、フィッシャーさんということは、まあ、学者としてもですね、超一流で、まあ、経済学の大学院生だったらもう、知らない人はいないかなという方ですね。これがスタンレー・フィッシャーということですね。で、実際の実務、まあ、経済政策の実務にも精通されておりましてですね、FRB の副議長で、まあ、実際に金融政策を、まあ、行っているという方なんですけども、いろんなね、今までもそういった実務の経験も豊富であるということで、まあ、理論的な支柱でもありますし、実は FRB の陰の議長なんじゃないのというふうに言われたりもしてるんですね。まあ、FRB の議長はですね、ジャネット・イエレンという、まあ、女性の方ですね、まあ、あの女性初の、FRB 議長ということで、まあ、イエレンさんも来年あの任期が来るんですけども、あのイエレンさんをね、まあ、支えてるその方の一人、これがフィッシャーさんということで、影の議長とまでは、まで言われてた方ですね。で、まあ、経済学者ということで、立場としてはですね、ニューケインジアンの、まあ、スタンスを取ってるのかなと、まあ、ニューケインジアンというのはちょっと次の、ね、ページでお話しさせていただきますけど、まあ、そういう考え方をお持ちの、ね、グループがあるわけなんですけども、そちらあのニューケインジアンの、一人と。
で、MIT、まあ、いろんなところで、ね、教えられてたんですけども、MIT の元教授ということですね。それからイスラエル銀行元総裁と、あのイスラエル銀行というのはですね、イスラエルの中央銀行ですね、それの総裁もやられてたということで、まあ、実際の金融政策もイスラエルで、中央銀行の総裁としてですね、行ってきたと、まあ、そういった実務の経験もあるということで、まあ、FRB としてはですね、まあ、本当にこう、まあ、柱の一つ、それがまあフィッシャーさんであったと。で、教え子もすごくてですね、MIT 時代の、ね、教え子なんですけども、こんな方々ですよ。まあ、そうそうたる方々ですよね。まず一人目、ベン・バーナンキですね。バーナンキさんというのはね、前 FRB 議長で、まあ、本当に大変な時にですね、FRB の議長をやりましたよね。あのリーマンショックっていうのが2008年の秋に起こりましてですね、まあ、要は、バブルが崩壊しちゃったということで、アメリカ経済のみならず世界経済が非常にですね、大変なことになったというのが、まあ、リーマンショックですけども、その時、まあ、金融政策をね、行って、まあ量的緩和っていうね、金融政策を行いまして第3弾までやりましてですね、あの、まあ、アメリカ経済を救った方なんですけど、そのバーナンキさんがまず、弟子の一人と。それから、まあ、ECB っていうのがありますね。まあ、ECB っていうのはヨーロッパ中央銀行でユーロ圏の中央銀行の総裁なんですけども、マリオ・ドラギさん、この方もフィッシャーさんの弟子なんです。それからローレンス・サマーズですね。サマーズ元財務長官ということでありまして、まあ、サマーズさんはですね、あのハーバード大学の学長もやられてましたけども、まあ、財務長官もやられてましてですね、まあ、その方もフィッシャーさんの弟子ですし、まあ、それから最近非常に、まあ、最近というかね、もう十数年前から有名ですけども、まあ、グレゴリー・マンキューですね、まあ、日本なんかでもマクロ経済学ないしはミクロ経済学のテキストで非常に有名な方なんですけど、ノーベル賞候補の一人というふうに言われてますが、マンキューもフィッシャーの弟子であるということで、もうそうそうたるメンバーがですね、このフィッシャーさんに、経済学を教えてもらったんだと。で、私もですね、一応大学院生の頃ね、挫折しました。フィッシャーさんのね、そのマクロ経済学の本でね、それがこれなんです。フィッシャーさんの弟子の一人にね、ブランチャードと、オリビエ・ブランチャードという方がいらっしゃるんですけど、そのブランチャードという、まあ、フィッシャーさんの弟子と、フィッシャーさんがですね、まあ、一緒に本を書いたんですね。それがマクロ経済学講義というふうに言われてまして、まあ、1999年にね、日本でも翻訳が出されておりますけども、まあ、こちらの上級のマクロ経済学のテキストなんですけども、多くの大学院生がですね、これ読んで撃沈してます。まあ、非常にですね、難解な本ですから、まあ、これ読んでですね、撃沈しない人の方が少ないかなっていう、こんな分厚い、教科書なんですけどね。まあ、それがマクロ経済学講義ということで、まあ、今でもね、やっぱり古びないのかなというふうに思いますけども、まあ、さっきちょっとね、新宿に用があってね、紀伊国屋のそばに行ってちょっと用があったんで、紀伊国屋にも寄りましたけども、紀伊国屋にね、マクロ経済学後期あるかなというふうに思ったらなかったんで、最近はあんまり読まれてないのかもわかんないんですけども、まあ、その私が大学院にいた頃は、2002年3年、4年、まあ、それぐらいの時だったと思いますけども、まあ、その頃はですね、マクロ経済学講義は大学院生は大体こう目を通したかなと、まあ、熟読するしないにかかわらず、まあ、一度は広げる、そういった書物の一つ、これがマクロ経済学講義かなということで、まあ、多くの、ね、大学院生は、ね、挫折しております。これね、まあ、それぐらいこう教科書の世界でもね、まあ本当にメジャーな、ね、上級テキストをお書きになった方であると。で、そもそもニューケインジャンとは何ですかというのを、まあ、ちょっとざっくりなんですけどね、お話しさせていただこうと思いまして、まずニューケインジャン、そして対立するのがニュークラシカルと、クラシカルっていうのは古典派っていうふうにも言ったりしますんで、まあ、新しい古典派、とも言うんですけどね、ニューケインジャンとニュークラシカル。でアメリカっていうのはですね、結構主張がはっきりしておりまして、二大政党制ですけども、民主党っていうのはケインジャンのグループに属してるんですね。
一方で共和党というのはどっちかというとクラシカルな方に属していると、経済政策の、まあ、立場で言えばということなんですけどね。で、ニュークラシカルの方は市場の役割を重視してるんですね。マーケット、これは非常にですね、有効に機能するんだと。市場のメカニズムっていうのはきっちりと機能するわけですから、市場のメカニズム、市場の役割を重視しましょうという考え方を持ってるのがニュークラシカルであり、共和党の方々であると。でマーケットっていうのはね、うまく機能するわけですから、市場の役割を重視しろっていうわけですから、したがって政府は小さくていいんだと、いうことを言ってるんですね。大きく政府はあるべきではないと。ですから、市場の役割なんかが非常にね、市場のメカニズムがきっちりと機能しますんでね、従いまして、政府は、大きくなる必要はない。規制なんかもですね、どんどん緩和するべきだと、いうことを言ってるんですね。で一方でそれに対してケインジアンの側はどうなのかなっていうと、市場のメカニズムっていうのは確かに大切なんだと。やっぱりね、市場のメカニズムを重視しない、まあ、そういった経済学者っていうのはやっぱりいないのかなというふうに思いますよ。やっぱり市場のメカニズムっていうのはやっぱり大切ですよということは重視しつつ、しております。してるんですけどもね、してるんですけども、まあ、市場のメカニズムっていうのは失敗することもあるんだと。だから政府の役割っていうのも重要だよね。これがケインジャーなんですね。市場のメカニズムっていうのは確かに重要だと。だけど失敗することもあるから政府の役割っていうのも重要だよねと。ですから政府の役割を重視するということで、政府はじゃあ大きくなければいけませんねということで、大きな政府を、主張する方々が、まあ、民主党であり、まあ、ケインジャーだったりするんですね。ですから、まあ、政府の役割が必要だということで、やっぱりね、必要な規制、必要な金融規制っていうのはやっぱり設定するべきであって、どん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 と、規制を緩和するべきではないんだよと。あるべき規制に関してはしっかりとですね、残す必要があるんだ、設定する必要があるんだ。これがね、まあ、ニューケインジャー、民主党の方々の発想法なんですね。ですからフィッシャーさんもね、金融規制、これは設ける、きちっと設けておくべきだと。オバマ政権の時にね、まあ、リーマンショックがありましてね、金融規制を強化したんですよね。でその強化した金融規制をですね、フィッシャーさんは残すべきだっていうふうに言ってるんですけども、トランプさんは共和党の方ですから、そしてビジネスマンですからね、でビジネスマンっていうのは規制を嫌うんですよ。規制があるとですね、商売しづらいんですよ。ビジネスマンとしては商売しづらい状況があると。規制を守るためにいろいろコストが発生するんですよね。なので商売しづらい状況は嫌だということで、まあ、ビジネスマンとかね、産業界なんかは規制を緩和してくれっていう、まあ、そういった主張をするわけなんですけども、まあ、トランプさんもその側でありますし、そして共和党っていうのはやっぱり小さな政府を目指す規制緩和路線の方々ですから、まあ、従いましてね、トランプさんなんかは規制緩和の路線に行っていると。で一方でフィッシャーさんは規制を、残すべきだというふうに言っていると。それで、まあ、そういった、ね、対立があって、まあ、今回辞任したのかなということですね。で、まあ、中央銀行の総裁についてね、ちょっと簡単にお話してみますね。ちょっと見ていただきたいんですけども、中央銀行総裁は世界で影響力のある人物だということなんですけども、まず FRB 議長ですね、まあ、もちろんアメリカですけどね、ジャネット・イエレンさんなんですけど、まあ、ホーブスという、ね、まあ、雑誌がありますけども、毎年毎年ね、世界で最も影響力の、ある人物っていうのを発表しておりますけども、2016年はね、イエレンさんは6位でしたね。まあ、ベスト10にですね、中央銀行の総裁が入ってくると。でアメリカに限らずですね、入ってくるんです。まあ、例えば ECB 総裁、まあ、ユーロ圏のね、ドラギさんなんですけども、マリオ・ドラギさん、ドラギさんも、このね、最も影響力ある人物に入りまして11位ですね。ベスト10には入りませんでしたけどね。でそれから我が国の日本、我が国の中央銀行総裁、日本銀行総裁はどうかと言いますとですね、黒田晴彦さんなんですけども、47位というふうになっておりますね。まあ
戦後ですね、固定為替相場制っていう時代が結構長かったわけなんですけど、固定為替相場制の時なんかはですね、あまり金融政策っていうのはね、そんなに効果がなかったりするんですよ。一方で、まあ、現在、まあ、多くの先進国ではですね、まあ、変動為替相場制を採用しておりますけど、変動為替相場制の下ではですね、この金融政策っていうのがね、極めて影響力を持つんですね。効果が絶大になるんですね。だから、まあ、例えばね、量的緩和っていうのをね、FRB の前議長 のバーナンキさんが行ったわけなんですけど、やっぱそれによってですね、為替レートが動く、株価が動くっていうね、そういったその金融市場にすごく影響が出てきてね、で金融市場に影響が出てくると実体経済にも影響が出てきてということで、まあ、金融政策を決定するその中央銀行の総裁っていうのはね、もう非常にね、影響力が、まあ、大きいんですね。その取るべき金融政策、採用した金融政策によってですね、そのいろんなところに影響が出てくる。もう世界中にアメリカのね、その FRB の、 金融政策の影響っていうのは世界中に出てきますんでね。従いまして、まあ、中央銀行の総裁というのは、ね、影響力が非常に大きな人物なんですよと。だからアメリカの大統領に次ぐ、ね、権力、者だと、影響力を持っている人だという人も いるぐらいですよね。ではその次なんですけども、フィッシャー辞任とですね、イエレン議長ということで、フィッシャーさんの辞任がイエレン議長にどういう影響が出てくるのかなということなんですけども、まあ、さっきから申し上げておりますけども、フィッシャーさんというのはですね、まあ、理論的な支柱なんだと、影の議長であるんだと、そんなフィッシャーさんが9月に辞任を表明して、10月の半ばに辞めてしまうと、任期を残してねということなんですけど、イエレン議長としてはですね、非常に痛手ですね、これはね、フィッシャーさんの辞任はね。でなぜならば、重要な後ろ盾、これをですね、失ってしまうんだと、貴重なアドバイザーをですね、失ってしまうんだということで、まあ、イエレンさんとしてはですね、非常にまあ困った状況になってしまうのかなということですね。まあ、やっぱりこのフィッシャーさんがドーンとね、後ろにいることによってですね、まあ、やっぱりイエレンさんも、まあ、やっぱりこうね、後ろにいると、素晴らしい方が後ろにいるということで、まあ、安心感があったんでしょうけども、フィッシャーさんがいなくなってしまうとですね、まあ、そういった貴重な後ろ盾を失ってしまうということで、まあ、非常にこう今後ね、金融政策を行う上で、まあ、ちょっとね、いろんな問題が出てくるのかもしれないなということですね。で、まあ、イエレンさんに関してもちょっとお話しさせていただきますけど、さっきもちらっと申し上げたかもしれませんけどね、イエレンさんの任期っていうのも、まあ、近々でありましてですね、来年ですね、2018年の2月3日なんですけども、まあ、任期が来るんだということですね。で実はこれにもですね、影響出てくるんじゃないのっていうことですね。イエレン議長再任が不透明感を増してきていると、今後の金融政策は不確実ということですね。まあ、フィッシャーさんの辞任によってですね、まあ、金融政策がはっきり言ってやりにくくなるんですよね。トランプさんなんかはね、やっぱりこう今のその、まあ、金融政策ないしは金融規制の政策のスタンスですね、トランプさんと、それからまあイエレンさん、フィッシャーさんもだいぶ違うわけなんですよね。ですから、まあ、そういった意味ではね、ますますそのイエレンさんは政策を、ね、やりづらい状況になっちゃったのかなと。したがってね、イエレンさん、議長の、ね、任期が来年に迫ってますけども、ひょっとしたらね、もうちょっと金融政策やるの大変だということで、もうやめちゃいますというふうにね、やめちゃうっていうのはその任期が来たらね、もう私はもうやめちゃいますというふうに言ってしまうかもしれないと、いうことですね。まあ、しかしですね、議長が一期で終わることはまれというのも事実なんですね。1930年代半ばぐらいから数えてですね、まあ、議長が1回限りで辞めてしまったっていうのは2人しかいないんですよ。ですから、まあ大体ね、FRB の議長になったらですね、2期は務めるということですから、イエレンさんは1期目ですからね。ですから、まあいくらトランプさんとのそういったね、まあ確執とまではいかないのかもしれませんけど、考え方ははっきり言って違うわけなんですけども、まあ、そういうのがあるわけなんですけども、まあ、もう1期はやるんじゃないのというふうに、まあ、多くの方は思ってるんですけど、ひょっとしたらね、イエレンさんが2期目、これ2期目を務めないかもしれないっていう、そういったね、こともあり得るということなんですね。でそうなってしまうと、まあ、今度ね、 FRB の議長誰になるのということで、まあ、それまたね、また問題になってくるということですね。
では今後のアメリカの金融政策ということで、まあ、ちょっと私まとめておきましたけども、あのアメリカの金融政策ですね、まあ、先ほどちらっと申し上げましたけど、量的金融緩和というのを、まあ、リーマンショックの後、やりましてですね、アメリカはまあ金融緩和っていうのをねどんどんやったわけですね。で政策金利も非常に低い金利に持っていきましてですね、まあ、しかしながらアメリカ経済が良くなったということで、良くなったんだったら元の金利に戻しましょうという動きに当然なりますんでね、2015年ぐらいからはもう経済がアメリカ経済良くなっておりましたんで、まあ、金利も正常化しようということでですね、0.25% まで引き下げてた政策金利をですね 0.5% に引き上げたんですね。そして2016年には 0.5% からさらに 2.5% 上げまして 0.75、 そして、まあ、2017年に入りまして 0.75 から 1%、 1% から 1.25%、 ここまで上げてるんですね。で 1.25% まで上げてて、まあフィッシャーさんの辞任がなければですね、おそらく 1.75 いったんじゃないのかなっていうふうに思いますけども、フィッシャーさんがちょっと辞任してしまったので、これ今後どうなるのかなっていうことですね。政策金利上昇を主張するフィッシャーの辞任ということですね。フィッシャーさんはですね、もう今経済良くなってるから金利を、元の数字に戻そうというね、そういったことを、まあやろうとしてたんですね。金融政策を正常化させようとフィッシャーさんは考えてたわけなんですけども、そのフィッシャーさんが辞任するということなんで、これから金利はどうなっていくのかなと。でアメリカのね、この政策金利っていうのもですね、まあ、はっきり言って日本経済にも直結するお話なんですよ。アメリカの政策金利がどん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 上がっていけばですね、もちろんこれドル高になってくるわけですね。アメリカでお金運用したら儲かるじゃんと、金利高いんだからということでドルが買われて、アメリカで運用されるとお金がね、ですからドルが買われるということでドル高、円安ということで、日本のマーケット、日本の経済といたしましてはね、まあ、アメリカが金利を上げるっていうのは今の日本にはとってはね、まあ、心地いい状況になるわけなんですけど、フィッシャーさんの辞任ということ でフィッシャーさんは金利を上げようとしてた方でその方が辞めるということで、これから金利を上げていくペース、速度、それが鈍ってくるのかもしれないなというふうに、まあ、思われたりするんですね。金利上昇ペースが鈍る可能性が出てくると。で一方でトランプ大統領というのはね、低金利政策を好んでる方なんですね。まあ、トランプさんというのはね、まあ、先ほど申し上げましたけども、産業界を代表する方ですよね。まあ、ご本人もビジネスマンですから、ですからやっぱりね、ビジネスしやすい状況っていうのを、まあ、やっぱり作ることを、まあ、一番におそらく考えてるんでしょうけど、それはじゃあ何かっていうと、やっぱり低金利なんですよ。金利が低い方が、まあ、それはビジネスしやすいでしょうと。金利が低ければお金借りやすいってことですからね、ビジネスしやすいでしょうということで、トランプ大統領なんかは低金利を好むと。一方でフィッシャーさんは、もう経済まともな状況に戻ってんですから、金融政策も、正常化しようっていうのがフィッシャーさんの考え方で、金融政策に対するですね、考え方もそもそもが違ってたと。金融規制に関する考え方も違いますし、金融政策に関する、ね、考え方も、まあ、違ってると。ですから、まあ、トランプさんの、ね、圧力が、ね、今後、ね、フィッシャーさんが抜けたことによってね、もっとね圧力がかかる可能性もちょっと出てくるんじゃないのっていうふうに私なんか思ってるんですけどね。ですからまあ今後ね、この金融緩和、金余り、金利を上げませんという状況、これがひょっとしたら続くんじゃないのかなというお話ですね。ですからまあ日本としてはですね、アメリカの金利が上がればですね、円安になるわけですから、日本の経済にとってはプラスなんですけども、その円安にならない状況がまだ長くひょっとしたら続くのかもわかんないということですね。ではですね、次ですね、今後のアメリカの金融、規制緩和というふうに書きましたけども、金融、規制緩和反対論者の、フィッシャー副議長ですね、まあ、この方が辞任ということでありますよね。それからムニューシンという方ですね、財務長官にトランプさんが政権ね取られてからなっておりますけれども、まあムニューシンさんという方はですね、ゴールドマンサックスの元共同経営者ですから、ビジネスマン、ビジネス出身の方ですよね。しかもね、その金融機関出身の方ということですから、で先ほど申し上げましたけど、金融機関出身の方、ビジネス、金融機関っていうのはですね、あるいは企業っていうのは規制
制があるとですね商売やりづらいということですから、企業とか金融機関というのは規制をなるべくね緩めてほしいっていうのを希望してるんですよね。でムニューシンさんというのはゴールドマンサックス出身、金融機関出身ということですから、やっぱりね規制を緩めようとしてるね、そういった方でありますから、このムニューシンさんが財務長官にいるということはですね規制緩和路線なんだなということなんですね。で一方でですね、FRB の副議長っていうのはね2人いるんですよ。 FRB の副議長っていうのは2人いましてですね、1人が、新しく7月にね、選ばれたんですね。それがランダル・クウォールズっていう方なんですけども、7月に、フィッシャーさんと、もう1人副議長っていうのがいるんですけども、7月に新たにですねクウォールズさんという方が副議長に選ばれたんですね。でこの方っていうのは共和党政権の元財務長官なんです。で共和党っていうのは先ほど申し上げましたけども規制緩和をやりたい、そういった政党なんですよね。小さな政府を主張する政党なんですよね。ですから金融規制には基本的に反対だと、緩和賛成だと、そういった方が副議長になったということで、このクウォールズさんが FRB のですね副議長に入ってきたということで、まあ金融規制緩和にですね加速、金融規制緩和が加速するんじゃないのかなと、金融規制緩和が加速するのかなっていうことですね。まあ、基本的にねその FRB の、偉い人ね、金融政策を決める方々を決めるのは大統領なんですよね。もちろん国会の承認というのが必要になるわけなんですけども、従いましてねトランプさんが操作しやすい方を今後ねどんどん入れてくるのかなというところもありますよね。でその一人が、クウォールズさんということで、クウォールズさんは金融規制緩和に賛成の立場なのかなということで、今書きましたけども、金融規制緩和がですねこれ加速するんじゃないのと。でドットフランク法というのがあるんですけど、これ改正されちゃうんじゃないのということですね。じゃあドットフランク法って何でしょうかということで、次のところなんですけども、リーマンショックっていうのが2008年の秋にあったんですけど、それによってですね世界経済がもう非常にですねどん底に叩き落とされたということなんで、それを再発防止しないとねということで金融機関に対してですね規制を強化したんですね。でこれがドットフランク法なんですね。でこのドットフランク法っていうのはもう金融規制を強化する法律でありまして、オバマさんのレガシーなんです。オバマさんのですね政治的遺産なんですね。ですから、トランプさんとしてはねオバマさんの遺産をぶっ壊すということをもちろんしたいでしょうから、立場全然違いますのでね、従いましてこのドットフランク法っていうね、その法律、リーマンショックの再発防止というね大切な役割を持った法律なんですけども、これを改正にね動いてくるんじゃないのかなと。クウォールズさんがね FRB の議長に入って、そしてムニューシンさんがね財務長官で、そして金融規制緩和を反対してたフィッシャーさんが辞めちゃうっていうことですから、ますますですね、その規制緩和に加速、規制緩和が加速したんじゃないのかなということですね。金融機関に対する規制強化ということで、今まではねそのリスクの高いトレーディング、これ金融機関がやることは禁止されてたんですけども、それを緩めるんじゃないのかなというふうに言われておりますね。金融機関なんかからするとですね、規制があるともうその規制にがんじがらめにされちゃってですね、うまく動けないよということで金儲けできないよと、これなんとかしてくれっていう、そういった意見もあるんですね。で共和党なんかは、そういった意見を、重視しましてですね、これ規制緩和だということなんですけども、やっぱりね民主党の方々なんかはいやそれはまたリーマンショック起きちゃうということで、いや必要な、法律だからと、そういった立場ですよね。ただねやっぱり難しいですよねこれはね。規制を全部撤廃するのは危険すぎますけど、やっぱりね、金融機関がそれによってですね縛られちゃってね、行動を縛られちゃって金儲けができないと、成長できないと、そういった状況も一方では あるのかなというふうに思いますから、一部ね、規制を緩和するということはもちろんね、ありなのかなというふうにも思いますけどね。そうですね、かつての FRB の議長であったバーナンキさんが前議長ですけど、バーナンキさんの前にねアラン・グリーンスパンさん、グリーンスパンさんという方がいらっしゃったんですけど、グリーンスパンさんなんかも金融規制を、より緩和するべきだと、金融規制を緩めるべきだというふうに言っておりますんで、いろんな方がねいらっしゃいますよね。
で、今後の金融市場への影響なんですけども、トランプバブルの発生ということで、金融規制緩和っていうふうにね、書いておきましたけども、金融規制をね、緩和しますと、金融機関によるですね、高リスク取引、これを再開してしまう可能性があるでしょうと。今までそのね、ドットフランク法によってですね、あの金融機関は高リスクの取引やっちゃいけないよっていうふうに縛ってたんですけど、それを緩めるわけですからね、まあ、従いましてリスクの高い取引を行っちゃうんじゃないのと、それを再開するんじゃないとリーマンショックの前みたいに、そういったね高いリスクのあるそういった取引やっちゃうんじゃないのっていうことですね。でそうしますと何が起こるのかなというと、金融機関は、どんどんね高いリスクのある取引を行いますとね、儲けもやっぱり一方で出てくるわけですから、経済が潤ってくるっていうのもやっぱり一方では事実で、まあアメリカのね株価ダウ平均株価ですけども、これが急上昇する可能性もありますよねと。まあ、今大体2万2000ドルぐらいかなというふうに思いますけども、3万ドルぐらいねひょっとしたらいっちゃうかもしれないと、分かりませんけどねこれね、まあ、やっぱりこの経済っていうのはねいろんな要因が絡みますから、今北朝鮮のね、動きなんかもね、まあ、ちょっとまあ今おとなしいのかも分かりませんけども、年末にかけてねまたこうミサイル飛ぶどんどん飛ぶんじゃないのというふうにも言われておりますんで、まあ、したがってミサイルがね、北朝鮮から飛ばされればですね、またこう経済の流れっていうのがまたちょっと、違った流れになってきますんで、いろんなこうねあの流れっていうかいろんなこうイベントがありますんで、だからもう一方向にはなかなか経済っていうのは、ね、いかないでしょうけども、あの他の動きがね、おとなしいような、おとなしい状況であればですね、この、アメリカの金融規制緩和が行われると、アメリカの株式市場っていうのはね、どんどん株価が上昇していくのかなというふうにね、考えられるのかなと思いますね。しかしですね、発生したバブルはやがて崩壊するでしょうってことですね。どん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 株価が上昇してってですね、だけどずっと上昇するってことはなくてですね、やっぱりいずれ破裂するんですよね。それがまあリーマンショックだったりするわけなんですけども、バブルっていうのはやっぱり破裂すると。まあ、日本もねバブル経済っていうのがありましてね、まあ1980年代にありましたけども、やっぱり崩壊して、でそれ以降まあ経済が非常に良くないというような状況に陥ってますけども、やっぱりね発生したバブルっていうのはやがて崩壊すると。崩壊した時のまあそういったねショックっていうのはまあ経済にものすごい影響を与えるわけですから、だからその崩壊をねうまくこうさせないようにね、やるにはやっぱり規制が必要なんでしょうけども、その規制をね取っ払うというふうに言ってるわけですから、ちょっとねバブルが怖いかなと。だからまあ一時はねそれ経済良くなりますよ。だからアメリカのダウ平均がですねこれ上がっていけばですね、日本もですね、まあ、例えばあの輸出が増えたりだとか、アメリカでねビジネスやってる企業なんかも利益がいっぱい出るわけですから、非常に日本の経済にとっても、いい影響がね出てくるわけなんですけども、しかしながらバブルが崩壊するとですね、その悪影響っていうのは数年に及ぶわけですから、まあ、従いましてそのバブルの発生っていうのは防ぎたいというふうに思ってたのがフィッシャーさんだったわけなんですけども、そのトランプさんはねその金融規制を緩和しようというふうな動きがあるんで、まあ、それに反対してねやめたのかなと、あるいは肩叩き食らったのかもしれませんけどね。で、まあ、2008年の秋にですねリーマンショックを経験しましたけども、それがですねひょっとしたら再来するんじゃないのということですね。まあ、非常に怖い話ですけどね。まあ、本当にリーマンショックなんかはですね、アメリカで起こった一つの話っていうわけじゃないんですよ。まあ、あのアメリカでそのリーマンショックが起こってですね、それがもう日本にもやっぱ直結するわけですからね。まあ、日本からの輸出がもちろん減ると、そして、日本がアメリカでビジネスやってて、そのアメリカであまり日本の企業が儲けることできなくなっちゃうということで、まあ、日本にも非常に影響が出てくると。そしてアメリカが例えば、バブルが崩壊するとですね、やっぱりまた金融緩和をするでしょうから、金融緩和、まあ、量的緩和金融緩和をするでしょうから、そうしましたら何が起こるのかなというと、為替市場に影響が出てきますよ。アメリカがどっかんどっかんドルの、ね、出回る量を増やしていくとですね、ドル安になって円高になりますから、それはね日本の企業にとっては、まあ、悪影響になるそういったね状況ですから、やっぱりこのね、リーマンショック級のそういったねショックが、まあ、起きてしまいますとですね、日本にとっても相当な悪影響
が出てくるのかなというふうに思いますけどね。ですからまあ金融規制、これをまあ安易に緩和するべきではないわけなんですけど、まあ、どうもねアメリカ経済は金融規制をですね緩和する方向性にちょっと傾いてきてるのかなと。ですからイエレンさんがね、まあ、ここでちょっと頑張ってほしいかなと。イエレンさんももちろんケインジアの方で、イエレンさんっていうのはね旦那さんがノーベル賞を取ったジョージ・アカロフなんですよ。でジョージ・アカロフっていう、まあ、方はねレモン市場っていうね、マーケット・フォー・レモンっていう1970年にあのクォータリージャーナルオブエコノミクスというあのアメリカの、経済誌があるんですけど、そこに載った有名な論文があってね、私も大学院生の頃読みましたけども、まあ、そのアカロフが、まあ、旦那さんなんですね。でアカロフもケインジアンで、まあ、そのねイエレンさんもケインジアンなんですよね。ニューケインジアンですね。イエレンさんの師匠はトービンっていうねあのケインジアンですから、でイエレンさんもケインジアンですから、まあ、やっぱり金融規制っていうのは大切だっていうふうに思ってる方なんで、まあそのね金融規制安易に緩和しちゃいけませんよっていうことを、まあ、イエレンさんがうまくブロックできればねバブルっていうのは防げるかもしれませんけども、いやでもちょっとねフィッシャーさんが抜けたということで、まあ、それもだんだん厳しくなってきてるのかなというふうに思いますね。ですからまあ今後の注目点とすると、注目点は何かというと、まあ、来年の、まあ、2018年ですね、2月3日でしたっけ、FRB の、イエレンさんの任期がそこで終わりますんで、1期目の任期が終わりますんで、次に誰が FRB の、議長になるのかと、いうことなんですね。だから FRB の次になる議長がですね金融規制緩和に賛成の方がですねなっちゃったら、これはねちょっとねトランプバブル発生する可能性が一気に上がりますんで、まあ、一時はね株価が上がっていくんでそれは心地いい状況でしょうけど、数年後非常に怖いことが起こるかもしれないということで、まあ、FRB のね、議長、来年誰が選ばれるのかなと、まあ、これはね注目点かなというふうに思っております。以上とさせていただきますね。それでは、本日の講義ですね、以上とさせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした。